どうも本能の小物釣り師です。今回は白井川の河口に来ました。正面見えているのが能登、里山街道です。場所的には、金沢から出てきて、左側に千里浜渚ドライブウェイを過ぎて、また砂浜が見えている、そのまっすぐなあたりの、だいぶ北に上がってきたぐらいのところです。ここ、里山街道から、よく見えて、みんな釣りをしているので、まあ、ずっとずっと気になっていた場所でした。また視聴者さんからも、ここ釣れるという、情報をいただきましたので、早速やってみたいと思います。おそらく釣り物は、まあ、加工ということで、まあ、ハゼが中心なのかなと思って、まあ、そのようなちょい投げの仕掛けを持ってきました。あとお家型の、結構広い、沼のお家型のところから出てきているので、まあ、おそらく魚影は濃いんじゃないかななんて思いながら、準備をしているところです。ちょっと期待しちゃっております。それで釣り方ですが、今申し上げましたようにちょい投げ釣り、ギングロッドの 2.5 メーターで、道糸が PE の 0.85、そこに力糸 PE2 が尾をつけまして、重りはジェット天秤の6号、針がキスの7号で、ハリスは 1.5 号です。餌は、生きた砂利目イシゴカイを使っているところです。それでは投げていきたいと思います。Thank you.
この場所を今日初めて来たんですが、意外と釣れたというか、なんとなく釣れっぷりが、まあ、これから晩秋にかけてハゼとか大きくなったりとか、生後ももちろんなんですが、まあ、期待できるのかななんて思っております。まあ、風向きがいい日を選んでまた来てみようかなと思います。本日はどうもご視聴ありがとうございました。以上です。明日どうすっかね。